ああ、でもすぐそこに見えてますね。きっとこれは山頂でしょう。お、眺望がいい。はい、ようやく京ヶ岳に着きました。ああ、そして景色がいい。ほら、
やせおねです。が、まあこういう木が生えてるので、まあ今のところ怖いっていう感じはしないですね。三峰山の感じにやっぱり似てますね。はい、これ木が生えてなかったらやっぱりこう両方切れてるのでね、怖いんでしょうけど、まあ、比較的安心して進みます。下ります。この辺は結構急ですね。こっち行くのかと思ったら、こっちにちゃんと道がありました。そしてこうやってロープもついているので、まあ慎重に行かなければなりませんが、かなりこう頼りになるんで大丈夫ですね。以前来た時はあんまりこういうふうに葉っぱが茂ってなかったので、もう少し獣だな。逃げていってくれた。野生骨が怖いとかそういう問題じゃないですね、これは。絶景です。天気もいいし、いい眺めです。湖が見えますね、ちらっと。ダムか。こうして片手を使わないといけない箇所もあるんですけども、まだこれストック1本持っていける感じなので、そんなにうわどうしようもないっていうほど険しいっていう感じはしませんね。むしろなんか変化があって
ってちょっと楽しめるというか、そんな感じがします。こういう細いところにはこうやってロープが張ってあるので安心ですね。ああ、そして、はあ、景色がいい。切れ落ちてるので、まあ、ここもロープが張ってあるんでね、大丈夫です。景色がいいです。あ、こっちも、あー、すごい。あれがですね、ここ、あ、やっぱり以前来た時はね、この草がなかったんでね、ちょっと高度感を感じるところだったんですけども、まあこの季節は、なんとなく安心ですね、こうなってると。そしてまあ幅もある程度あるので、これは鎖を持たなくてもいけそうですね、登りの場合は。なのでこれ下りに使うのであれば、やっぱりちょっと鎖を頼りにして行った方がいいみたいですね。はあ、今のとこが一番気をつけなきゃいけないなっていうとこだった気がするんですが、どうでしょうか。ちょっとざれてるので、こういうとこも、まあ、見た目は
危なそうなんですけども、こういうふうに持つとこがいっぱいあるので、まあ、落ち着いて、ゆっくり行けば全然問題ないと思います。これ雨とかで濡れてるとまたもうちょっと慎重に行かないとっていう感じの道ですね。乾いてると比較的大丈夫です。また鎖場があります。ずっと上の方まで鎖が張ってあります。やっぱりここも下りに使うのと上りに使うのとでは随分印象が違いそうですね。やっぱり下りだと気を使うコースでしょう、きっと。ひょっとして、はい、危険箇所終了です。はい、楽しかった。かなり気持ちいいですね。こう景色見ながら、傾斜も緩やかで、わーっと景色が広がってます。
この氷ヶ岳仏花山のコースは2回目なんですけども、コースタイムもそんなに長くなくて変化があって、ほんのちょっとスリルもあって、今日も楽しめました。心配された山ビルの方も、まあ、山ビルファイターを振りかけたおかげもあるんでしょうが、それと季節がまだちょっと早いんですかね、梅雨を迎えるとひどいことになるかもしれませんが、今日のところは全然大丈夫でした。楽しい、いい参考になりました。はい。